ャキンってマジやったね。シャキンシャキンシャキンハートの入れ物可愛かった。お、そこに気づくなんて素晴らしい女子だね。やったね。そう、お寿司のお醤油入れはいつもあれですサイズがちょうどいいのでいつもあれです。今年卒業です、高校。私まだなんですけど、もう友達はもう卒業式を終えてる子もいて、まだ女子もいてって感じですけど、そうみたいな感じ。チチ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 、あー、そういうこと。手巻き寿司と手割り寿司、手割り寿司でした。そう、手割り寿司を食べて、ハートの入れ物スタバなんだよ、すごいね、よく見えたね。そう、醤油入れたら文字が見えるんだよね。そう、田中美穂ちゃんやん、やっほー、こんばんは。ハーフアップ、おろしの次に好きなの？キュルン、どうですか、似合ってますか。あ、すごい、ギフト読んでなかった。大地さん、ありがとう。なんだっけこれ、コンペイトーじゃなくてなんだっけ、あ、コンペイトーか、これがコンペイトーだ。コンペイトーありがとうございます。大地さん、かわいいもありがとうございます。かんちゃん、似合う、ありがとうございます。バンジェルモンスターさん、コンペイトーありがとうございます。ちなみに、あの、ひなあられじゃなくて、今年はひなおこし、なんかおこしを食べました。あの、雷おこしのちっちゃい版みたいな、ピンクと白のやつのをデザートに食べました。かいすくたくん、だるま、ありがとうございます。ポニ太郎さん、コンペイトーありがとうございます。ありがとんとん、かわいいとしか言えない。本当にそんなに、やった、ハーフアップ久しぶり。チュッチュッチュー、でも昨日も今日もたくさん食べてぷくって感じだけど、久しぶりのハーフアップやったね。さすがにかわいすぎるやった、ありがとう。なんかひな祭りだし、ちょっと女の子っぽくするかと思ってハーフアップにしてみました。シャラン、ちょっとね、でも髪の毛が少ない、下の伸びたね、ここ髪の毛すごい、肩のパフパフをパフパフしたすぎる、パフパフ、こうやってやったらもっとパフパフになる、見て、ウィーンみたいになる、ウィーンってなる、じわじわじわ、可愛すぎてこの後も頑張れそう、頑張ってください。お仕事の方、ファイト、こんばんは、やっほー、やっほい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 。おひなさまはこっちの家ないんだよね、福岡にあるんよね。でも、まあ、福岡の方で眠っていることでしょう、棚の中でおひなさまが。シャクシャクの手につかないチョコってガルボ、正解、よく伝わったね。なんか商品名書けないからさ、メールでどうしようと思って、この食感と手につかないっていうのを伝えたら、もしかしたら伝わると思ったけど伝わったね、よかった。そう、ガルボ、なんかこの間リコチがガルボ食べてて、え、美味しそうって思って今日買ってみたの。ガルボ美味しいね、ガルボのブラック食べました、美味しかった。あのシャクシャク好き、なんかチョコ、なんか違う食感のチョコ好き、生チョコとか、あとエアロっていうチョコとか、なんかちょっと食感が違うチョコ好きね。しかも食べやすいんだよね、あれ、手につかないから。そうそう、バイバイピエヌ、ピエヌ好き、ピーバイビーね。ガルボいいよね、それな、ガルボ美味しい。抹茶味食べたことない。なんかガルボ自体を人生で多分今日で4回目ぐらいの感じだから、食べたことはあるけどそんなにないってぐらいだから、他のも気になりますね。そう、チョコ好きすぎて、本当にチョコ大好き。あのアイス買ってる運命感じた、やったね。そう、あれ糖質っていうんじゃない、糖類なんだけど、糖類ゼロのアイスなんだよね。昨日もメールで送った、なんか周りがチョコのクランチみたいなゴツゴツしたやつで、中が抹茶のアイスの糖類ゼロのやつが出て、だから砂糖を入れてないんです、甘味料で甘くしてて、
まあ、甘味料も取りすぎるとあれなんですけど、砂糖を取りすぎるよりはまだマシかなって感じなんですけど、そう美味しいゼロっていう糖類ゼロアイスのシリーズなんで食べてみてください、ぜひ。こうちゃんくんタコありがとう。ピシャさんコンペイトありがとうございます。エビちゃんもコンペイトありがとうございます。そう袋にゼロって、そうローマ字何英語で書いてあるやつです。そのシリーズのアイスで、なんかそのシリーズのアイスは知ってはいたんだけど、私なんかバニラアイスってあんま惹かれないんですよ。なんか周りがチョコクランチで中がバニラアイスでもあんまり惹かれないんですね。だから中が抹茶アイスのやつが出て、へーって思って、そう食べた、美味しかった、めっちゃ美味しかったけ、ちょっとまだもう一本あるんですけど、実は買う時に2本買ったんだけど、ちょっと買いだめしようかなって思ってる、ヘルシーだし、そう糖質も低いし普通に。今日美しみが深い、嬉しい、なんでだろう、私さなんかさこっちの目がさなんか二重幅がなんか狭くなっちゃってウェーンって思ってたんだけど、嬉しい。嬉しい、やったね。なんでだろう、いつもとメイクは変わらんけどハーフアップがいいのかな、なんかすごい褒められるね、嬉しいね。今日ピャー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 ン、アイスも美味しくなる暖かさが少しずつやってきました。そうですね、今日のお昼は暖かかったかな、夜はやっぱ今冷えてきたけど、だけどここだけ寒い今だけど、ちょっとブランケットを今あの膝にはかけていますが、そう快速タクハートありがとうございます。ハートありがとう。お肌綺麗すぎて泣いてます、ありがとう、そんなそんな、あでも最近なんか私元なんか乾燥肌か、ここは乾燥肌なのにおでこはなんかその逆なんですよ。だから最近どうしようと思って、あのおでこだけに、でもおでこ見えないから意味ないか、おでこだけになんかパウダーというものをつけてみるようになったんですね。フェイスパウダーっていうのかな、それをつけてみるようになったの。そしたらおでこがなんかテカテカにならなくて良くなったっていうのはある。でもそんなの見えないよね。そんな違い見えないよね。だからなんで今日そんなにめっちゃ可愛いって褒められるの嬉しいです。ちょっと見せて、あのね前髪をね固めてるからね、前髪が上げられないんですね。上げられないんですね。だから、まあ、伝わらんけどなんかねおでこがテカテカじゃなくなった、それのおかげでぐらいかな。でもねあともう一個気になってるのは、なんかシェーディングを気になってて、でもどうやって入れるのか分からないんですけど、でも買ってみちゃったのシェーディングを、でもどうやって入れるのか分からなくてつけてないんだけど。つけてないんだけど、シェーディングというものをつけてみたいんだけど、おもなが向けのシェーディングの入れ方とかあるかな、なんか女の子知ってる人いるかな、 YouTube とか調べた方がいいかな、どうだかどうだかって感じだけど。トムくんコンペイトありがとうございます。スンスンスン、やってること一緒、マジ女の子じゃん、だから美しいのね。きめ細かいお肌ありがとう、そんなそんな嬉しい、イエイ、にひにひ、ちょっとここ絶対髪の毛巻いたらもっとボリュームが出て可愛いと思うんだけど、髪が少ないんだよね。だからね、ちなみにあのあれです、あの三つ編みしてお花を最後につけてます、見えますか。見えたかな、どうですか。ひなまちゅりひなまちゅりだよ、ひなまちゅりに手まり寿司を食べたよ。今日の画面全体的に白色、ああここも白だし、ここもね白だからね、こうやってやったら虹色になる、あなんか黄色だった、よいしょ、じゃん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 、ずんずん、天の声さんにやってもらってない、まあ自分で結んだ三つ編みは自分でできるけん結んでみた、どうですか。イエイ、
あっくんハートありがとう。ハート。コイラジ楽しみにしてる、ありがとう。明日、そう、さっきツイートにもハッシュタグでちょっとつけてたんですけど、明日はコイラジなので、皆さんコイラジのホームページからお便りとか送れるし、ハッシュタグコイラジをつけてつぶやくとお便りになるので、ぜひ明日5時5分から広島コイラジ聞いてください。ぜひお便り待ってます。りゅうへいくん、かわいい、ありがとうございます。かわいい、ありがとう。何度見してもかわいいなって、嬉しいね。もう何度見でもしちゃってください、何百度見でもしちゃってください。どうぞ、お便りオタク頑張ります。確かにいつも送ってくれる気がする。でも前送ってきた時、僕の推しは高尾聖華さんですがみたいな書いてたでしょ。それなんか読まれなかったけど見ましたよ。聞き逃し聞くかも。 OKOK。 なんか聞き逃しは1週間以内ぐらいに公開されてたよね、多分。ラジルラジルというもので、あの他県の方々もラジルラジルでリアルタイムでも聞けますので、ぜひ。ちょっと後ろもう一回、はい、どう見える、じゃん、こんな感じ、見えましたか。あってバレてますからね。青森県からでも聞けますよ。お便りってメール、なんかホームページのなんかね、お便りを送るところみたいなのがあるんですよ。それをピッて押したらできます。それかハッシュタグ恋ラジ、恋はカタカナでラジがひらがなの恋ラジをつけてツイートですかね、だったら多分大丈夫だと思います。その多分ツイートはラジオが始まってリアルタイムでツイートしてくれたら、こちらが見て読みます、多分。なんでラジオでも毎回久しぶりだから毎回緊張するんだよ、ちょっとなんかちょっとドキドキなんですけど。そう、明日はゲストの方の名前も出てましたね、歌手の方、バンドの方と歌手の方だったかながいらっしゃるみたいですね。なんでなんで、うんうん、木曜日はツイート呼ばれやすいだって。お、待ってます、ツイートも待ってます。恋ラジ了解、逆な。恋がカタカナでラジがひらがなな。僕タイ見終わったら2通目のラブレター書きます、やった。しかもこの間の僕タイはちょっとね、いつもと違う僕タイなんでね、見ちゃってください、見ちゃってください、サイサイ。恋ラジ楽しみにしてるね、楽しみにしてます、ありがとう、嬉しいです、ありがとうございます。ぜひ楽しみにしてください。ハーフアップ一番好きな髪型はマジ、こんばんは、ありがとう。今日はハーフアップめっちゃ久しぶりにした、のなさん再来。回数を重ねるごとにいつものみほりんっぽさが出てきてる、やった、よかった。なんか、だんだん最初よりは緊張しなくなった。なんか最初の頃は生放送だから、もう絶対になんかもう噛んじゃいけないし、なんか発言しちゃったらやばいみたいな思って、もうめっちゃ緊張して慎重に喋ってたんですけど、もうそれもある程度定着してきて、そう、前よりは緊張せずに言えるようになってきました。よすよすさん、コンペイトありがとうございます、ありがとう。ちょちょん、無駄に長いレターをくっつきました、お暇な時に読んどいてくれたら嬉しいです、ありがとうございます、待ってます、やったん。噛むのも生放送なるではで面白い、本当になんかまだね、でもやっぱはっきり聞ける、やっぱラジオって音だけ聞いてる、運転しながらとか聞いてる方もいるかもしんないから、ちょっと喋りやすい、中じゃない、聞こえやすいラジオで話したいなと思ってね。デザイズハートさん、コンペイトありがとうございます。かんちゃんハートありがとうございます、わいっぱい。ふなっちさんもコンペイトありがとうございます。今日のみほちゃんのお嬢様感、ハーフアップだからだよ、ありがとう。これでポニーテールだったらまたなんかあの働く女性って感じする。あ、ポニーテールもいいね今日。どう、なんか途中から変えようかな、7時からポニーテールにしよう。7
7時からポニーテールにしようかな。あ、でもこれもいいね。明日ショールーム何時頃かな。声ラジの後に多分できそうな気がするよ。明日はね、朝レッスンだから多分。朝レッスンして昼間は何もなくて夕方恋ラジで、その後も多分ないはずだから、多分夜配信かなって思います、明日。ポニテめっちゃ良き、好きが止まらない。じゃあ止まらなくしましょうかね。7時からポニテルにしよう。コメントかぶってくさ、本当だ。まんまかぶったり、ポニテの OL 感マジ。確かに働く女性感あるよね。これで下のスカートがなんかあのタイトな黒のスカートとかだったらめっちゃ OL だよね。今日はちなみにチェックのスカート、あのあれです、このこれ、あの覚えてますか皆さん、バレンタインのお話し会の時のスカートです。です。あれ私なんかめっちゃ着痩せするんだよね、なんか足がめっちゃ漏れるから、ちょっとこのスカート好きで履いてます。細いわって、細くないよ、ありがとう。違う、なんかスマホも細く見えるよ、これショールームってなんか細く見えん、気のせい。なんかショールームって細く見えん、なんかそんな感じするよ、本物より細く見えるこれ、ありがとう。お酒ツインもチャレンジ、でもツイン先にした方がいいよ、そしたらポニテよりツインは押さなくなるね、やってみる。チュッチュッチュルッチュルン、ヘアゴムどこやったっけ、なんかさっきあったのだが、あ、ツインでもゴムがないな、2個ないゴムが。おー、ピエンピエンピエン、生で見るたびに細すぎて驚く。そんなことないよ、ありがとうありがとう、そんなそんな、髪ふわーってしちゃった。ありがとう。チュ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 ン、もうすぐポニッチタイム。ツインはゴムがないけんできんけん、こうやってするか、待ってよ、お下げこんぐらいだね。ほう、でもあんま今日の服には合わないわ、なんか、チチチ、そんなことないよ、イエイ。田中美穂氏本日も可愛い、ありがとう。ツインはなんか JK 感があるね、ツインは JK って感じで、ポニテは OL、 髪型でこんなにも変わるんですね。いやー、ありがとう、めっちゃ褒めるじゃんみんな、どうしたん、リジー、ありがとう。じゃあポニテにします。じゃあポニテにしますって、よいしょ、あ、こっちのゴムで結ぶ、ゴムが飾りがついてるやつだったらもう一個あるから。やっぱりポニーテール、ポインテール、ポニーテール、ツインテール、私はおこテールみたいなやつだったね。あ、サイドポニー、確かにそれもワンあり。あ、しかも今日遅れ毛巻いたんだった、だからちょうどなんかシュンってちょっと出てる、こっち出てない。よきかも。お、今仕事から帰ってきた、お疲れ様です、いらっしゃい。ポニーテールが今10秒ぐらいでできた。すごくない、え、10秒ぐらい、え、綺麗じゃない。10秒ぐらいでポニーテールができた、早っ、イエイ。ウクレゲ巻いてるの好きすぎる、マジありがとう。ここをちょっと、ここを内巻きにして、こっちを外巻きにしてみたいな感じの。みほりん、あんた美しすぎるよ、え、ありがとう、やったね、キュルン。ね、めちゃめちゃ早く、ポニテ世界新記録、それな、それな、それなすぎて。サイドポニーもやってみようか、後で。サイドポニーも多分ね、世界
世界記録ぐらい早いよ。めっちゃでもサイドポニー、こうやってしたらサイドポニーっぽいけどねまあまあまあ、え、でも本当に10秒ぐらいでなったよね今。ポニーテールすごくないすごくない、めっちゃ手慣れてるんだけど。特技ポニーテール早結び。え、次更新するときそれ言おうかな、それ書こうかな、覚えとかないからね次やるとき そうしようかな。袖のふわふわかわいいっしょ、これシュワシュワシュワって感じので、ここ最後はこれなの、めっちゃかわいすぎんよ。これは福袋に入ってたやつですね、この袖めっちゃかわいいんちゃうな、この服かわいい自分で自分の着てる服を褒めるっていう、洋服が喜ぶ。トゥトゥトゥ、ポニテ普段からよくしてたん？いや全然、高校の時はずっとおろしだったし全然してないねなのにめっちゃできた、早く、やったやった。腕が透けてる、だからここだけめちゃくちゃ寒いんだよ、ここだけめちゃくちゃ寒いからね、本当は上着着たいけどね、でもこの服可愛いから見せたいから、可愛いから着とく、これだけ可愛い、ありがとう、ありがとう、トントン。ここになんかすごいアホ毛みたいなのがあるけどジュンジュンジュン、ポニテ大好きマーです、こんにちは、こんにちは、やっほー。毎日ミホリンに褒める人生になりたい、いいよ、毎日配信来て褒めてくれていいよ、ぜひぜひぜひ、それかメールの返信で。そう、メールの返信といえば思い出したんですけど、なんか今月からメールを取ってくれてる方とかがちょっと増えてて、なんかドライブから私に興味を持ってくれた方とか、あとは普通になんか途中から私もちょっと見てくれるようになった方とか、なんか今月からちょっと増えてる方が多くて嬉しいんですね。しかも継続の方も常にいるし、ありがとうございます、皆様ありがとうございます。今月から撮り始めました、いやあなたは前回から、もう前々回ぐらいが撮ってますありがとうございます。それは皆さんにお礼というか、七並べのお礼配信もしたいんですけど、どうしようかなと思って、明日七並べのお礼できないかな、もしかしたら七並べのお礼配信で夜の方がいいよね、見れる、どう明日配信できるとしたらさ、コイラジが6時ちょい前に終わるんだっけ、6時、まあ帰れるの6時ぐらいか、でその後ぐらい7時過ぎとかの配信とかどうですか、明日七並べのお礼配信とかいかがでしょうかまあ明後日はどんな予定だったっけ、夜配信の方がいいよね、七並べのお礼は多分ね、朝よりはと思いますが、メールで返信したら読んでくれ、読みます、私毎日全部読んでます、多分読んでないやつとかないです、ぜひ。そう、夜なら見れます、あ、本当？残念ながら明日は見れない、なんぬあんぬあん、誰かお友達スクショ頼むって感じ、夜なので見れません、どうしようか、でも週末の夜でカラオケはしたいけど、七並べのお礼配信、まあ、どっちかにしか合わせれんもんね、朝見れる人と夜見れる人と、だからね、まあ、なんか今週の予定見てみて決めますね、なんでショールームのプロフィール欄見てください、それかメールで言うかもしんない、明日七並べのお礼しますとか、明後日しますとか、決まったら言います、また待っててください、よいしょ。やっぱ今日はなんか夜さっきまだ食べたばっかりだから、すごいお腹いっぱいでめっちゃなんか脳が回ってるんか、喋る言葉が出てくる今日そう思わない？なんかテンション高くない？私やっぱ美味しいものを食べた後の配信って私テンション高いよねなんか朝のお腹空いてる時がめっちゃ語彙力ないんだよね。何食べた？何食べたでしょう？さっきツイートしてみましたけど、どうでしょうか？いつでも大丈夫、ありがとう、トントントン。3月からミポンメールと中身と音の比率を1:1にします
待ってます。ミポメールね、たくさん返信待ってますよ。待ってますよ。よよよ。あら、明日はこっそりも見れない。なるほど。じゃあちょっと待っておいてください。ネタは何が一番美味しかった？なんかなんだろうな、なんか今日はいつもタイとかそういう白身系が好きなんやけど、今日はなんか白身系なかったかな。だけんイカが美味しかった今日は。なんかイカが美味しくて、イカを最後から4番目ぐらいに食べたんよ。イカを食べて、イカ美味しくないってママに言ったら、それ私も思った、だけん最後に食べればよかったって思ったもんって、ママとイカの話で盛り上がった。なんかイカが美味しかった。今旬。そんなことある。イカが美味しかったです今日は。今日はね、ママとなんか意見が一致したから多分美味しかったんだと思う。たくやさんハートありがとうございます。ハート。そう、私1位から100位全部書きますよ、七並べ。ぜひぜひ入ってる方、入ってない方も見に来てください。オオカミさんだるまありがとうございます。たくやさんハートありがとうございます。ありがとんとんとん。生魚食べれます、食べれます。何イカなんだろう、なんだろう、普通の普通のマイカ、何何あれ。普通のイカ、普通のイカです。イカはイカが素晴らしい。座布団持ってきましょうね。イカが美味しかったよ今日は。でも私はお寿司の中で、てかお魚の中でタイが一番好きです。あっさりしてて、でタイがめっちゃなんか生臭いとかないじゃないですか。だからいつもコンディションいいから好き、タイは。なんかマグロとかウニとかはなんかお店によってちょっとあみたいな、あ美味しいみたいな時もあるし、だけどタイはなんかあいつも美味しいって感じだから、タイが好き。タイ食べたい。こんばんは、こんばんは、ヤッホー。返信っていつ見てるの？そうだね、朝とか見る時がある時はおはようメールが届くかな、届いたかなって頃に見ます。9時40分とかそんぐらい見たり、あとはもうめっちゃ私めっちゃ家にいて暇な時間とか、めっちゃ時間空いてる時とかはめっちゃ何回も、もうなんか2時間に1回ぐらい見る。っていう時もあったり、あとはもう送った、さっき送ったメール届いたかなって思った時とかに見ますね。なんかめっちゃ私サーチ能力が高いというか、なんかすごい情報をたくさん知っておきたい人だからさ、めっちゃこまめに見ちゃう、メール返信。そう、中身と音もめっちゃ見ちゃう。めっちゃ見てますよ。こんばんは、初見さんいらっしゃい、ヤッホー。 STU42 日記研究生の田中美穂です、こんばんは。そう、たくさん見てますからね、見てます、見てます。美穂にはすごいよね、本当。でも全部見てる本当に。チュチュチュンチュルン、よいしょ。プルプルにしとこう。中身と音ミポメールなしのツイート見られて恥ずかしかった。ニヤニヤニヤ。そう、サーチ能力が高いので。あ、タコ、こうちゃんくん、タコありがとう。タコタコ2個もタコタコですね。ケンパくんかわいい、ありがとう。イズチャさんもかわいい、ありがとう。デザイザートさんも花束ありがとう。キスケさんかわいいとお疲れ、ありがとう。ありがとうございます。やっほー、かゆい、眉毛がかゆい。眉毛かいてしまった。かんちゃんお花ありがとう。中身とおとみポエル以外見ないでください。な、ちょっと目に入っちゃったやつは見ちゃう。見ちゃう時もある、時もあるってだけだから、まあ時もある。サーチ能力高いんで、ちょっと私。あずきアイスさんかわいい、ありがとう。おもちいらっしゃい。たかとうさんこれありがとう、お菓子。お菓子ありがとう、ちょっとありがとう。ひなおこし美味しかった、私は今日ひなおこし食べた。ひなおこしの名前合ってんのかな、なんか雷おこしのひな祭りバージョンなんだけど、だからピンクと白の色のやつなんだけど、美味しかった。めっちゃサクサクサク ASMR。 ふなっちさんかわいい、ありがとう。
あ、ひしもちね。高藤さん、ひしもちありがとう。オレリーさん、バラありがとう。眉毛のかゆさが映った眉毛のかゆさ映りました。私ちょっと今かゆくなってきた映ってきたわ、眉毛眉毛たまにかゆくなるときない？違うか、眉毛の下の皮膚がかゆいんかな、なんかない？でも眉毛ちょっと買い取るけん、かけんけん、こうやってちょっとやるこうやってやる。お話会行きたい。それな、あ、ミーグリ申し込みが始まって、申し込んだ申し込みました。ミーグリ、自分もお話会あるくせに、自分がする側なのに申し込んだたけるくん、ハートありがとうございます。ハート、やっとみほりんの影響でおもちのイントネーション同じになりました。あら、やったね。じゃあ今度お話し会でおもち一緒に言いましょう、確認みぐり忘れてた。あら、私の方がお得じゃんそう、申し込んだたけるくん、ハートありがとう。100個ありがとう。ゆかのすけ、まあまだ、まあまあまだまだあるんじゃない。そう、今回はすべきこと忘れんように、それな、明日当落が出るから忘れないようにみんな忘れないように。私はね、こっち側も分かるようになったから、こっち側の気持ちもね。あのアイドルなる前にそんなにオタクをできてなかった、そんなにまだオタクじゃなかったから、今オタクをさせてもらってます。アイドルしながらオタクをさせていただいてチッチリチリチリ、んーと、こんばんは、こんばんは。お、バンジャラモンスターさん、コンペイトありがとうございます。セリナさんもコンペイトありがとうございます。ありがとう。元はどこのオタク、いや、オタクしてなかったんですよ。で、オタクしてなくて、ちょっと桜坂さんとか STU さんとかちょっと気になってみたいな時にオーディションが始まってみたいな。そう、だからめっちゃオタクやってなかったから、曲全然知らんくてね、みんなから学ばせてもらってるよ。 AKB の振り返ってどんな感じ、やりやすい、やりやすい、なんかね、テキパキ終わる、シュッシュッシュンって感じで、あと残りの秒数が3秒ぐらいからしか見えないから、ちょっと寂しいけど、そう、こんばんは、やっほー。おひな様のアバターすごいかわいい。明かりをつけましょう森に、なん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 、お花を、なん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 、桃の花みたいなですね。うん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 、オンラインミート&グリート会、かっこいいよね、名前めっちゃ英語じゃん、かっけー中美ちゃんがオタクデビューです。え、ん、うん、めっちゃ大嘘つきじゃんめちゃめちゃじゃん、もう私がアイドルになる何年も前からオタクじゃんそう、いきなり始まる、そう、 AKB さんの STU の方もまあいきなりっちゃいきなりだろうけど、みんなとしたら AKB さんのはなんか、あの STU は一人スタートってやって終わったらまたスタートボタンを押さないと次の人がスタートせんのやけど、こっち側としてはないけど、 AKB さんはもうスタートって押したらありがとうって一人目終わったらもうビュンって次に勝手に次の方に行くから、もう押す作業がないっていう感じだから、途中でめっちゃ目とか痒くなったら終わりだけどけど、うん、感じ。ミーグリ使いやすい、わかんない、私1回しかやったことない、あのしかもあのオタク側としてしかやったことないからわかんない、使いやすかったよオタク側としては今日のお洋服、首がめちゃ細く見える、ありがとう。なんか首が若干詰まってるやつですね、シュッてなってるからかな、ここ内側に向けて。ウレティーウレティティー、この配信何時まで、どうしようかな、今日はね、なんかね、そう、あんまり、まあ覚えないといけないことはあるんだが、
お寿司食べてルンルンだからちょっと配信配信に7時半までにしようかなと思います。あとちょっと13分くらいですかね。そうそう、ニックネーム確認してポチじゃない、そう、なんか STU の方はなんか次の人の名前も見えてるんですよ。なんか次に田中美穂さんとか、あこの人来るんや、よしじゃああのあれしよっかなみたいなとか思うんやけど、 AKB さんの方はもうブンって出てブンって始まるみたいな感じですね。矢島さんハートありがとうございます。ハート。渡辺さんレインボースターありがとうございます。スンスン。アイドル側とオタク側どっちが緊張する？オタク側ですかね。ナンピーさんお持ちありがとうございます。お、コンペイトもありがとうございます。ありがとん。ポチ画面ボーンって感じ、なんかね、うん、なんかボンボンボンって感じ。欠席したらバレるのは STU やけ、え、どうやろっけ、え、わからん、どうわからん。でも、うん、バレるんけ。 AKB お水飲むタイミング難しい、そうね、こちら側としては若干そうかもしれない。なんかドゥン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 って次の人に行くから、こっち STU のやつだと一人始まって一人終わって喉乾いたと思ったらお水飲んで一息ついてポチスタートみたいなんでスタートできるけど、 AKB さんの方はポチスタートってやったらどん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 っていくから途中休憩はあんまり挟めない感じですかね。うん。ドドドドようやくみほりとの話に慣れてきた、やった。結構ね、なんか1回も長いし結構来てくれるから私も慣れてきましたね。なんかお友達感覚で話してますね。AKB さん間もなくですが本当に間もないから怖い。なるほど。ああもう残り1人2人みたいな感じ。なるほどね。今お水飲みなよかっこイケボってしてみたい。やってみ、今度やってみてください、私に。やってみやってみ。あ、サイドポニーしてみようかな。ほっ、どんぐらいの高さか。あ、三つ編みちゃんが、よいしょ、あいたたたたたたた、引っかかってる。あ、なんか絡まっとる。ほっ、どうじゃか、どうじゃかって何、何語、どうだろうか。ちょっと編み込みも残ってる、編み込みじゃない、三つ編みも。よいよいよい、今日は3パターンの髪型をしておりますね。あ、早かったね。何秒だったんだろう今の。あ、サイドポニーもいいね。イエイ。イエイ。ミホリンからミホネに進化。あら。で、お花もちょっとつけちゃったりして。前に見えるようにつけとくか。よい。あ、よく、よきじゃない。じゃん。やばい、完全沼。やった。似合っとるかい、似合っとるかいかい。いでしさんお持ちありがとうございます。あっくんハートありがとうございます。なおぴーさんかわいいありがとうございます。きすけさんもかわいいありがとうございます。ナイツさんもありがとうございます。お、とうといもありがとうございます。とうとい、やった。この服どの髪型でも似合う沼、やった。でも確かにそうかも、どの洋服も合う、しかも髪巻いてもいいだろうし、どの洋服もじゃない、どの髪型も合う洋服だわこれ。良い、しかもここ寒いけん春も着れる、ここはニット生地でも。
イエイエイエイ、船内さんも可愛い、ありがとうございます。キュルン、やったね。お花いいでしょ、ちょっと前向きに、前向きにつけてね、見えるように。お花の色がなんか洋服と合ってるからいい感じ、バリ似合ってる。やった、ポムポムプリンさん、ハートありがとうございます。ハートありがとう。よいよいよいすごい、この配信でどんだけいろんな髪型にするんだっていう。お、ポムポムプリンさん、ハート100個ありがとうございます。100個ありがとう。かわいい、疲れ吹っ飛ぶ、よかった、お疲れ様。まだ平日、まだ水曜日っていうことにびっくりしている私は。もうみんな毎日頑張ってて偉いです、お仕事。今週も頑張りましょう、ダブルピース、イエイイエーイ、揺らしちゃう今日も中身ちゃんにキュンキュンしたので今から仕事頑張ってくる、頑張ってください。ファイト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 、こんばんは、ヤッホー。 あとみんなに見せたいのがあって、私があのおにぎりングっていうあの食べ物のキーホルダーをリュックにこの間つけてたじゃないですか。でそれで牧体の日だったんですけど、その帰る時にみちゅさんが近くにいて、何それかわいいみたいな言ってきてくれて、食べ物のこういうストラップとか好きなんですよって話したら、あじゃあいいものあげるよみたいな感じでみちゅさんがこれをくれたのこのビスケット、これクッキー何のなんか欲しかったやつじゃなかったからってくれたけど嬉しい。みちゅさんがマリーっていうの、これマリーっていうクッキー、これ見たことあるね、このクッキー美味しいよね、素朴で。そうみちゅさんがくれた、なんかメールにちらっと書いてたんですけど、そうそう、可愛くない？私こういうなんか食べ物のミニチュアのものとかめっちゃ好きで、すごいね今ねリュックにめっちゃね、もうそこ重いんじゃないってくらいね、食べ物のねなんかこういうストラップをつけてる。なんかお団子のやつもつけてる、みたらし団子と三色団子とおにぎりングを4個ぐらいつけてて、でこれもつけてて、絶対重いよねこれのおかげでね。そうビスケット、牛乳必須なやつ、噛んじゃった、必須なやつそれな。この素朴なクッキーとかでもたまに美味しいよねワルリーさん、ハートありがとうございます、ハート。そうなんかミニサイズシリーズとか好き、なんかちっちゃい食材とか食べ物とかめっちゃ好きで、集めるの好きなんだよね。ちなみにみちさんはこれの何が一番欲しいんだろうね、これのシリーズの。なんか欲しかったやつじゃなかったけんあげるって言われたけど、何どれが欲しかったんやろ。ワンちゃんガチャガチャとか好きだからさ、私地味になんかちっちゃい頃あんませんかったけど、なんか今見たらめっちゃしたくなって、しかも今自分のお金やん、なんか昔はママからダメって言われてちっちゃい頃できんかったけどさ、けど今自分のお金やけんガチャガチャ何回でもしていいやんふふしたいんよね。ちょっとムーンライトと予想、あそうなの、ちょっとスクショしとこう。なるほど、ムーンライトって何、初めて聞いたかも。なんだろう、こういう系のお菓子かな。寝ます、おやすみなさい、ありがとう来てくれて、おやすみ。いやはいはい、ガチャガチャ、ガチャガチャ好きな女子を好きになる男子、あらやったね。えガチャガチャってマジ楽しくない？なんか何が出てくるか楽しみやし、なんかお宝感があるし、しかもこの食べ物のガチャガチャ最高最高、めっちゃ好きなんだよね。なんか広島でガチャガチャの森っていうのがあって、ガチャガチャがめっちゃ集まってるやつとかがあって行きたいし、あと本通りの端っこの方のガチャガチャがいっぱいあるとこは一回行ったことあるんですけど、なんかソレイユ府中イオンにもガチャガチャの森があるらしくて、それも行きたいなと思ってるんですよね。そう、あ27分ありがとう。ちょっと待って、なんか来た、なんか来たなんか、あイノケンさんコンペイトありがとう、オレリーさんもありがとう、なんか来たよ、待って、イアルさん、イアルさんタワー、あら
ありがとう。若干延長です、自動的に。ありがとう、びっくり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 言い過ぎでしょ、びっくり言い過ぎ。おもちこんばんは。待って待って、イノケンさんもだ口開いちゃう口開いちゃう口開いちゃう、うん。男の子と女の子揃ったんだけど、かわいい、ありがとう。イノケンさん、イアルさん、2人ともいいから始まるね、名前が。わお、ありがとう。ありがとう。40分まで配信しようじゃん。ありがとうございます。わざわざ延長してくれるんですかって、いや、わざわざタワー投げてくれてありがとうございます。わお、ありがとう、揃っちゃった、すごい、かわいい、ひな祭りだね、やったね。イアルさんとイノケンさん、ありがとう。なんかイアルさん、お久しぶり感がある。イアルさんとイノケンさん、すごいね、おひな様揃った。イノケンさん、じゃあ、ありがたわー、クマだから一応クマ書いとこう。わー、待って、コンペイトーもありがとう。いえいえ、間違えた、クマネパパさんありがとうございます。すごい、いっぱいいっぱいいっぱい。わー、イアルさんが女の子の方のやつで、イノケンさんが男の子の方のやつか。じゃあ女の子の方がイアルさん。ちょん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 、ありがとう、おだいり様が揃った。わあ、ありがとう。お餅タワー、なんとなんとおひな様の絵描くのやばいやばいけど、ちょっと待って、ちょっと書いてみようかな。ありがとう。2月27大役公演頑張ったのでプレゼント、ありがとう、嬉しい、頑張りが伝わった、ありがとう、めっちゃ嬉しい、今お花取れそうだった、ありがとうございます。あらあら、いや、ハムハムの代わりにお餅できたかなありがとう、ありがたわ、ありがたわ。じゃあクマに、この女の子の方はこのなんかティアラじゃないけどなんかついてるから描こうかな。あと眉毛があるんだね、この子たちは。眉毛も描いてと。うわお、太い眉毛やばい、じわががが画力が なさすぎて、カミカミだし、画力がなさすぎておもろいけど、いこのままいくわで、なんかティアラみたいなのかぶってるやつ、オレンジで描くか。ほんと、何これ、むずちょっと待って、絵を描くの上手になりましたよ、それはもちろん、それはもちろんなりましたよワク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 して待っててください。タイザさん、ありがとう、ハート、ありがとう、トントントン、ありがたわん。あ、こっちの絵も先に描こう、イノケンさんの方も、ありがたわ。久しぶりに1時間配信してる。眉毛、ちょっと男の子の方が気持ち太く描こうか。で、目はちょっとちっちゃくして、怖い美術になりに頑張れ、頑張るぞ。で、この頭のやつが水色帽子みたいなやつ、よし久しぶりに長時間見れる、ありがとう。私も久しぶりに1時間配信してる気がする。今日は元気だし、時間があるし、よかった。
やっぱできる日にね、たくさん話して元気もらいたいよね。わ、だるま、ありがとう。デサイズハートさん、ありがとう。久しぶりに長時間見れた気がする。確かに、ありがとう。だって私も久しぶりに1時間だもんね。最近結構15分とか20分とか、はあ、滲んでしまった。なんとイノケンさんの方書き直そう。んーと、ありがとう。何しようかな。久しぶり、2021年3月3日。よし。いろんな髪型見れてよかった。確かにそれはそう。よきよき。3個も髪型ができましたね。チュチュチュルー。この飾りがオレンジなのでオレンジで囲みますね。よし。でイノケンさんの方も描きますね。カーテンに星ついてる。そうだよ、ついてます。星からね、光が溢れてるようになってる。朝とかに。ありがたわ。ありがたわ。眉毛。ちょっと顔を変えて描こう。おお、めっちゃ眉毛太い。この前のディフェンスめっちゃ良き。本当？嬉しい。なんか初めてあんな大人な曲だったからうまくできてるか不安だったけど嬉しい。よかった。めっちゃ最初の振りが好き。なんかちゃん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 、あーあーおーおーおーみたいなとこダラ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 みたいなとこ。さあ、びついた扉みたいにきしむ感情を。初ディフェンスでしたよ。そう、なんとあれをだから生で見れた方はレアですね。私が出ることはでもね、そう、事前に出てなかったからチケットを取れてないんですけどね、皆さん。そう、よいしょ。衣装は2回目。あ、そうだ前回私のスカートのファスナーが壊れて、もうなんかね、みんなのね、レイダウンの衣装がやばいんよね。ちょっと全部ファスナー病にかかってしまって、3個ぐらいスカート試したのに全部ファスナーが壊れちゃって、前回の前々回のそう時は。だからそう、ディフェンスの衣装自体は2回目でしたね。そうそう。いやー、代打でいろいろ見れるな、ユキですよ。なんかもう僕隊もさ、何回も見てる方はさ、毎回若干一緒じゃないですか、曲とかは。だからこうやってなんか人が変わることで楽しんでもらえたら嬉しいですね。よし、かけた。よっしゃよっしゃ。ではでは、まずはじめにイアルさん、ありがとう。あ、もうハーフアップじゃないからテロップ消そうありがとうございます。イアルさん、ありがたわです。ありがとう。イエイ。
ティアラみたいなやつ、こんな感じ。あ、37分ありがとう。じゃあ次で最後ですね。イノケンさんもありがとうございます。ありがとう。じゃん、ありがとうございます。今日も僕らめっちゃ可愛い、ありがとう。じゃん、こっちはこんな感じ。ちなみにこのアバターじゃない、このギフトの絵を参考にしました。ありがとうございます。お二方ビヨンビヨン、お辞儀ありがとうございます。いつもありがとう。本当にクマの癖が強い。眉毛が若干男の子の方が太めで目がちっちゃめです。ま、で女の子の方がちょっと眉毛が細くて目が丸いですっていう違いがありました。ではでは、ランキングを読んでいきたいと思います。22位のみほりん賞からいきます。22位はたくや .h さん。そして13位、トムアとアヒージョくん。12位、オロチさん。11位、渡辺さん。10位、タイサーと初段ボーイズさん。9位、海賊たっくん。8位、オオカミさん。7位、フナッチャーと中身ちゃんタオンシさん。6位、ダイチャーとミホリン一生推しさん。5位、アクアと自称ミホパパさん。4位、オレリーさん。3位、クマネパパさん。2位、イアルさん。そして1位はドゥルルルッドゥーン、イノケさんでした。ありがとうございました。はい、というわけで今日久しぶりの1時間配信ありがとうございました。平次さんとミワさんもありがとうございます。ギフト最後に、ではでは明日もまた見てください。それでは最後にじゃんけんしております。最初はグー、じゃんけんパー、ありがとうございました。またね、メールも送ります。待っててね。元気になりました。お寿司食べて、みんなも食べてね。そしてお寿司しかないよみほりん。またね、恋ラジも見てね。